マーガレット・クアリーは、アメリカ合衆国の女優、モデル。マーガレット・クオリー、マーガレット・クオリーとも表記される。モンタナ州、カリスペール出身で、母は、女優アンディ・マクダウェル、父は、元モデルで牧場主のポール・クアリー。アネ・レーニー・クアリーも、女優でモデル。ノースカロライナ州はシュビルで育つ。パリで開催されたルバルでデビュータントに劣席する。 ノースカロライナスクール・オブ・ジ・アーツや、ニューヨークにあるアメリカン・バレエ・シアターとプロフェッショナル・チレドレンズ・スクールでバレエを収めた後、ロンドンの王立演劇学校で演技を学び、それからニューヨーク大学に通う。2011年以降、モデル活動を始め、モデル事務所、イング・モデルズ等に所属。2011年、16歳の時にニューヨークコレクションでランウェイデビューを飾る。 翌年、パリコレクション春、夏で、シャネルのためにランウェイを果たした。防具や、バニティフェアなどの雑誌に登場する。2013年のジアコッポラのデビュー映画、パロアルトストーリーに登場以降、2014年から放映されている HBO のテレビドラマ、レフトオーバーズ、残された世界にレギュラー出演している。また、2016年の、 第69回カンヌ国際映画祭で初上映されたシェーン・ブラックの映画ナイスガイズなどにも出演。修道院を舞台にした2017年公開の映画クローズドガーデンでメリッサレをディアナ・アグロンと共演して主人公のキャスリーン役を演じる。同年公開のミステリー映画シドニーホールの失踪にハロルドの娘アレクサンドラ役で出演する。 さらにネットフリックスで配信された映画デスノート、デスノートにミアサトン役で出演。2019年にネットフリックス配信の映画ユピテルとイオで主演を務める。それから同年映画ネイティブサンアメリカの息子やワンスアポンアタイムインハリウッドに出演した。ありがとうございます。